生命保険は相続対策とメリットが多いことについて過去の動画で解説しました。しかし前回紹介できたのはごく一部の情報で、まだまだお伝えしたいことがあります。今回は具体的な数字を用いて生命保険が節税対策として優れているかを紹介します。生命保険がどうして相続対策に使えるか覚えてる？確か非課税枠があるからだよね。相続財産5000万円、生命保険金は1000万円の場合を考えてみよう。保険金の非課税枠は500万かける法定相続人で、死亡時に1000万円の保険金がある場合、法定相続人が1人の場合はいくらになるかな？法定相続人1人に対し500万円分が非課税分となるから、残りの5500万円が相続財産としてカウントされる？正解。では法定相続人が3人の場合はどうかな？非課税分が1500万円になるから5000万円か。生命保険は非課税枠があるから、生命保険があっても相続財産は5000万円で大丈夫というものだったね。5000万円ってことは総額で20万くらいか。だいぶ安く抑えられるな。ここでもし生命保険1000万円が遺産として認められない場合はどうだろう。非課税枠が使えず6000万円となり、そうなると相続税が120万円になるよ。ちょっと待って、100万も違うの？1人当たり6万ちょっとで良かったものが、生命保険の非課税枠が使えなくなるだけで相続税が増えるなんて、慎重にならないといけないじゃん。でも非課税枠として認められない場合ってどんな場合を？以前も説明したけど、保険金の契約者と保険金を払う人が同じで、保険金を受け取る場合であれば生命保険が相続税としてカウントされるけど、保険金契約者と保険金の払う人が違う場合は所得税、贈与税が発生する可能性があるんだ。ああ、そうだった。契約方法をしっかり注意しないといけなかったな。ちなみに親が子供の保険のお金を出していた場合は、生命保険に関する権利という別評価になり相続財産の対象になるよ。この場合は解約返礼金をもとに計算されるから非課税枠は適用できないんだ。親が保険金を出している場合は注意が必要そうだね。いくつか注意点はあるけど、先輩としてはどんな生命保険対策が完璧だと思う？依頼者によってポイントは違うけど、私は次のポイントを大切にしているよ。保険の種類は終身保険がおすすめなのか。いろいろな保険があるけど、終身保険は死亡した時に必ず受け取ることができるでしょ。何歳で亡くなってしまっても必ずその分の金額を受け取ることができるからおすすめなんだ。もちろん保険の商品によっては終身保険以上にいいものもあるかもしれないけど、契約方法、受け取り方法の違いによってどんな税金が発生するかは税理士の方が熟知しているよ。わからない場合は相続に強い専門家に意見を聞くと良さそうだね。相続に詳しい保険のセールス担当者さんじゃダメ？詳しければいいけど、あまりおすすめできないね。ああ、そうか。はるかさん、この保険に入っていれば大丈夫ですよ。はるおさん、最高の保険、知りた。営業担当者が相続税対策の専門家ではないからです。2つ目のポイントはトラブルを回避できるかどうか。生命保険ってとっても揉めやすいんだ。相続人の誰が保険金を受け取るかにしても不公平と感じることもあるし、受け取り人を相続人とだけしておくと、私がお父さんのお世話を一番したのよ、この生命保険は私のよ、みたいなトラブルも考えられるよ。やっぱり兄弟同士のトラブルか。トラブルに発展しないようにするためにも、生命保険を誰が受け取るか指定した方が良さそうだね。あらかじめ兄弟が揉めそうな場合は複数の保険に契約をして兄弟が均等に受け取るようにしてもいいよ。あとは第三者を受け取り人にしたりするケースもあるかな。揉めはしないけど、親父マジかよってなるね。意外と多いのは、兄は可愛いが次男はどうも反りが合わん、兄に遺産を多めにあげたい、そうだこっそり保険金を受け取るように契約しよう。受け取り人が知らないうちに
非相続人がこっそりかけていたというケースかな。受取人の承諾などは一切必要ないからできるけど、相続時にバレてしまうから揉めてしまうよね。生命保険って節税対策は重要だけど、これこそ行き当たりばったりではなく事前の対策が必要そうだね。いいところに気づいたね。生命保険は年齢によって加入できる保険もあるし、生命保険が相続財産として認められず加入しない方がいいケースもあるんだ。このあたりは相続に詳しくないと素人では間違えることもあるから、じっくり検討することをおすすめするよ。そのためにも相談できる税理士に相談しないとな。相続対策を生前からしていれば、生命保険以外にもおすすめの対策を考えてくれるかもしれないし、早め早めの対策がおすすめだよ。ストラ先輩にゆるーく相続について聞いてみたは相続専門チャンネルです。相続についてわからない、相続についてもっと知りたい方は高評価、いいね、コメント欄に質問をお願いします。またストラ先輩の公式 LINE もあります。 LINE に登録をすると相続の最新情報やお得情報を取得できますよ。皆様からの質問をお待ちしております。チャンネル登録もよろしく。